はい、はい、柄が悪い研究室ですか。はい、吉田総発見動画チャンネルの吉田総です。今日は東工大の工大祭、文化祭に来ております。ここはガラスのコーナーで、この江戸時代のほっぺんがありました。続いてもらいます。さっきはうまくいきませんでした、ね、今から5000年ぐらい前からあった。うまくいきました。もっと本当は音が綺麗な音がするんですがこのほっぺんというのは北川歌丸のこのすごい歴史が深いですね。リドロック娘という切手にもなった有名なこの話なんですが、残念ながら私は音楽の素養がないんでわかりませんでした。工業とこの芸術というものをうまく結びつけたものの作品でした。終わります。